歯磨かないで匂いかかしてください。絶対やだ。今後バラエティ番組出演する予定はないです。非常に、なんでそんなにうまいの。職人技ですね。非常に職人、かっこいいって言われた。かっこいいって言われた。足指も綺麗らしいよ私。ちょうど10,000円。チングチング、イエイイエイ。もう一度使ってるリップ、ヘラ、これも3つ目ぐらいかな。462、イエベさんは462。くびれが最高なのよ。非常公園どこ、一番あそこが大きくなる女優さんです。やったね。足こきで男地を吹かせる MO 作品。むず、さすがのプロもむずい。職人技を試してほしい。非常に職人の朝は早い。早起きして私何してんの。今の RX から乗り換えるのは何。RX が一番好きなんだよね。新型より今の形が好きだから。おっぱいも綺麗ですしね。おっぱいも職人です。キジョイのプロです。すごい職人。私好きな韓国料理は結局なんだろうな。でも結構コンタンも好きだったな自分。美味しかったな。なんだろう、一番、なんか意外と難しいな。なんだかんだ来るたびにいろいろ。さっき韓牛食べてきました。韓牛の焼肉とユッケを食べてきました。うん、髪型かわいい。やったね。うん、よく韓国行きますか。韓国ね、1ヶ月に1回ぐらい来てるよ。うん、髪ランガも良い。いえ、今までできつかったって何だろう、もう忘れちゃった。うん、あ、そうだ、そう、 TikTok ライブやってみたくて、ちょっと TikTok ライブ来てみたんですよ。え、 TikTok ライブって何。これはインスタライブ、これはインスタライブか。TikTok ライブをやりたくて、でもうやったことないので、ちょっと皆様、あの、このまま TikTok に移動しましょう。まだね、あの、全然あの TikTok は特に更新したりしてないから、2,000-3,000人ぐらいしかいないんだよね。だからこの、あ、こうやってなんですよ。ちょっとTikTok ライブね、ぽい。行こう行こう行こう、いい、かわいい、行こう TikTok ライブ。そう、せっかく動画もなくなったんで、バーレスク上げたやつ3本一瞬でなんとかなんとかに違反してなんとかしちゃったから、行きましょう。行きましょう。はい、どうやって消すの。